どうもしげしげです。本日はフェスゲンヒロインガチャの新キャラ見ていきたいと思います。ついに発表されたわけですけれども、新たに登場したティエラなどのモンスターアシスト進化あります。あとはドーナなど一部モンスターに新たな進化形態追加されております。見ていきましょう。まず新キャラクレハですが、武器2パターンあるキャラになっております。本体はこんな感じ、変身キャラですね。スキブ2持っていて22ターン変身、変身時には無効化されるので一旦稼ぐこともできると。で、変身後がこんな感じなんですけど、リーダースキル癖ありますね。光6個以上つなげて消すと、攻撃力30倍の4コンボ加算で、火を6個以上つなげて消すとダメージを激減の固定1ダメージ、まあ、理想で言ったら光も火も6個以上欲しいというリーダースキルなんですけど、スキルが3ターンでダブル吸収無効からのロック解除からの、回復以外から火と光を6個ずつ生成、これはつまりもうクレハループをしてくださいといった感じの、性能になってるんじゃないかなと思います。覚醒スキルは超コンボ強化3つと無効貫通で、まあ光の列も2個搭載できるというね、まあ、火力覚醒ゴリゴリではあるんですけど、変身キャラというところで種属性21億副属性21億が限界なのかなと、まあ、キラー乗っけてあげたりしたらまた変わると思うんですけど、はい、火を6個以上つなげた時に光をつなげなければ激減を張れるってところで、まあ、ステイできるのが優秀なところかなとも思います。はい、で武器なんですけど1個目、コンボ強化武器でありながら副属性光変更、さらには光の列も2個搭載できるというところで、まあ本体にかなり相性いいんじゃないかなと思います。まあ火も消すんですけど光で統一してあげてね、で無効管とか組んであげれば火力も高いだろうし、光列、理想で言ったら光列火列光無効管か、無理か、無理だとは思うんですけど、はい、一番理想の形を出せるんじゃないでしょうか。でもう一個の武器に関してはドラゴンタイプ追加からのチーム HP 強化3つでお邪魔耐性1個で、スキルが20ターンで2ターン継続のダメージ無効で HP 全回復、これ溜まっちゃっていいタイプのチーム HP 強化3つ武器はとても重宝するので欲しいですね。クレハー本体で使わなかったらとりあえずこっちの武器かなって感じがしてます。続きましてアウラですが、こちらも変身キャラになっております。変身前スキブ2持ちでスキルは22ターンで、変身時には3ターン威嚇することができます。変身後がこちら、これもね、まあ、変身キャラで超コンボ強化4つ持ち、まあ上限が決まっちゃってるっていうのがちょっともったいないですね。スキルも上限解放スキルはないので、はい、ただまあ汎用性の高いキャラかなと思っていて、4ターンで3種全回復できるのと、1ターンならランダムでルーレット1個生成、この組み合わせはなかなか面白いですね。リーダースキルは火と闇属性の全パラ4倍で、火闇回復の5個消し1個につき攻撃力2倍1コンボ加算固定1ダメージってやつなんで、まあ、組めば組むほどだから、まあ超重力ダンジョンとかにおいては面白いんじゃないでしょうか。で武器1個目ですが、指3秒武器でありながら神タイプ付与だったり十字を搭載することができます。これもやっぱりスキルが強いと思っていて、7ターンスキルで3種全回復からの指2倍とルーレット1個生成、かなり汎用性高いんじゃないかなと。まあ76でね、76のパーティーにおいてその、まあ、指でも搭載したくてっていう状況であれば、耐性とか埋まってたらこれアシストしてもいいんじゃないでしょうか。でもう一個の武器ですが、これまた強い武器が来たんじゃないかな、まあ、クルセイダー武器との使い分けになってくるんじゃないかなと思うんですけど、バランスタイプ付与しながらスキブからのチーム回復強化が3つで、スキルが5ターンで6ターン継続の軽減で、1ターンの間全員の攻撃力2倍、これの軽減率は、書いてないというところですごい気になるところではあるんですけど、まあ、一旦スキルのキャラにこれをアシストしてあげたらもうね、軽減ループのキャラが誕生する、しかも回復力が伸ばせるといったね、なかなか強力な武器になっております。でティエラ、このキャラは強いです。おそらく今回一番の当たりなんじゃないかなと個人的には思っているんですけれども、変身キャラです。
変身前スキブにあって、スキルが20ターンで変身時には2ターンヘイストすることができます。変身後がこちら、火力覚醒でいくと4色攻撃強化が6個でガドブレも持っているっていうのがかなり偉いですね。でスキルは3ターンで1ターンの間自分のダメージ上限値40億で1ターンの間ダブル吸収無効、これはかなり強いんじゃないですか。種属性40億、副属性40億狙えて、かつね3ターンに1回ダブル吸収無効も打てると。さらにリーダースキルも全然強くて、ドラゴンタイプの全パラ2倍からの4色で半減かかって攻撃力10倍で5コンボ加算といったところで、まあ固定追撃とね、固定追撃持ちと組み合わせてあげたい気持ちはありますが、全然強いリーダースキルかなと思います。で、こちらも武器ありますと、ドラゴンタイプ追加からのスキブ武器でありながら4色攻撃強化が搭載できる。スキルは13ターンで2ターン継続のダブル吸収無効、2ターン継続の敵全体水属性変化スキルとなっております。まあ相手の属性変える武器はねまだまだ貴重ですからチェックしておきたいですね。でもう一個、貴属性変更からの3色攻撃強化搭載で毒耐性4つ、まあ耐性武器としてはどうなんだろうな、まあ、副属性も変えながら3色攻撃強化のどこにはまるのかなっていう感じはありますけど、一応スキルはね2ターンヘイスト持っております。さらに2ターン継続の最大 HP2 倍、ちょっとまあ面白いことにはなりそうではあるんですけど、面白い感じで使えそうではあるんですけど、覚醒の組み合わせがちょっと独特な感じはありますね。はい、で続きましてリンネルですが、こちらも変身キャラです。変身前からスキブ2持っていて20ターン変身で、変身時に2ターン継続の76番面、これまた面白いので出ましたね。変身の時に76にすると、はい、で変身後がこんな感じで、超コンボ強化2個からの火のコンボ強化が3つ、闇のコンボ強化が3つ、なかなか尖ってるというか、なんというか、まあ、どこで使おうかという感じの覚醒ですかね。スキルは2ターンで1ターンなら自分と助っ人の攻撃力2倍、ドロップのロックを解除し火闇回復を3個ずつ生成、まあ、これはシンプルに2ターンでねロック解除からの、まあ、攻撃色と回復も作れるのが偉いかなという感じはあります。はい、リーダースキルは火闇回復の同時攻撃でダメージ半減、攻撃力10倍、4コンボ加算、火属性の全パラ2倍、まあ普通にリンネルループをしながら、まあこれも固定追撃持ちと組み合わせて、どうなんだろうな、ちょっと個人的にはそんなに強さは感じないかな。で武器なんですけど、火属性変更からのドラゴンキラーからの火のコンボ強化、闇のコンボ強化となっております。キラー武器がまたここに来て登場したわけですけども、キラーね、倍率変わりますんで、これまた要チェックの武器かな。まああれだね、ランダンでね、2色のコンボ強化、まあ、加点要素搭載しながら、まあ、副属性もあるしキラーで最大火力もみたいな感じかな。スキルは8ターンで全員の攻撃力3倍からのロック解除、火闇回復10個ずつ生成、まあ、5、6番面においてはね、30個なので、全部変えることができると、火闇回復でね。はい、まあランダム向けの武器なのかな。はい、で、もう1個こっちに関しては攻撃タイプ付与からの L 字からの自動回復が、これはねプラスのものが3つと、でスキル12ターンで盤面76マスにすることができます。いやこのスキルがねまだまだ貴重、まあ活躍できる場面がまだそんなにないんですけど、新ダンジョンでねガンガンこう盤面いじってくるみたいなダンジョンだったとしたら、ハマる可能性がありますね。はい、続きましてエレイン、このキャラが降臨キャラになっております。いわゆる無課金キャラ。はい、変身キャラで変身前でスキブ2個で、ウェイも4つ分持ってますね。で25ターン変身、変身時には20ターンの水キー目覚めがかかります。変身後がこちら、まあ無課金キャラ、降臨キャラとしては普通に強いなと思っていて、火力覚醒も超コンボ強化2個からの、まあウェイもしっかり持ってるってところで、あの消せない潜在にも対応してるし、スキル4ターンで無股間スキルかつ指も2倍でランダムで、まあ、ロック解除ついてないですけど水キー回復を4個ずつ作ることができると、
はい、まあしっかりねギミック対策もありながら回復も生成できるし悪くないんじゃないかなと思います。でリーダースキル攻撃タイプのっていうね縛りはあるものの全パラ 3.7 倍からの水か木の4攻撃し1個につき攻撃力2倍1コンボ加算。やっぱりね超重力ダンジョン、まあこれでいけるかどうかはさておき、そこに対応した性能になっております。で武器あります。攻撃タイプ追加からの、バインド耐性からのウェイ2個、これは圧縮されていないっていうね。はい。でスキルは11ターンで2ターン継続のダメージ無効貫通で指2倍、ここにはロック解除ついていて水木回復の陣ですね。はい、これもまあ全然ね、降臨キャラなんで作っておいて全く損はないかなと思います。でここからが新たな進化が可能なモンスターということでプレーナが色違い進化します。これまた結構ぶっ飛んだ性能かなと思っていて、何よりも特徴的なのがスキル3ターンで、まあ HP が 20% 以下じゃないと打てないんですけど、1ターンの間自分の攻撃力5倍、消せないドロップバインド覚醒無効状態全回復、これが3ターンで打ててしまうという時代です。はい。ただまあねその HP 管理だったりがかなり大事になってくるんですけど、これすごいのが種属性副属性闇で統一されてて、まあ、火力覚醒もしっかり持ってるんですよね。超コンボ強化2個で、50% 以下強化が2個、さらに超覚醒で超コンボ強化さらに持てたり無効感だったりができたり、まあコンボ強化にすることはそんなないと思うんですけど、はい、いや火力もしっかり出せて面白いスキル持ってて、これは強いんじゃないかなと思います。で武器に関しては神キラー神タイプ付与からの 50% 以下強化2個武器です。まあフェイタンとかね、ゾロかな、ゾロだっけ、もう1個あったよね。そう、それに加えての 50% 以下強化2個武器となっております。やっぱりスキルが3ターンでね20% 以下のみじゃないと、20% 以下じゃないと使えないけど、はい、3種全回復だったり単体エンハンス5倍だったり強力な武器なんじゃないかなと思っております。で、チャコルも色違い進化が追加ということで、水チャコル水木ですね、このキャラはウェイのキャラになっていて、ウェイがまあ6個分かなで、雲耐性を素で持っております。スキルは1ターンで HP が1になる、ランダムで水と木ドロップを3個ずつ生成、ロック解除はついておりません。これだからまあエレインと相性いいのかな、エレインだっけなんだっけ、エレインですね、相性良さそうですね。はい。で、リーダースキル水木の同時攻撃でダメージ半減、攻撃力13倍、固定1ダメージ、攻撃タイプの全パラ2倍、まあ普通に強そう、2色でいいしね。で武器あります。悪魔タイプ付与からの操作負荷からのウェイが2個分で、チーム HP 強化チーム回復強化、まあこれは覚醒目的でワンチャンハマったらって感じじゃないですかね。武器としてこのスキルが欲しいことはそんなないかなっていう感じなので、はい。で、最後ドーナにも色違いがあります。非闇のドーナということで、これは火力覚醒的にコンボ強化が4個からの無効貫通で、超覚醒でさらに無効貫コンボ強化、まああと超つなげ消しも持てるっていうね、超つなげ消しを選ぶことはまあそんなないかなと思うんですけど、はい、まあコンボ強化で無難に使いやすいのかな。でスキルは7ターンで2ターン継続の盤面に 3×1 の雲発生で、属性吸収とダメージ吸収無効化で、キードロップを回復ドロップに変化と、まあこれが7ターンで、まあ、攻撃色は作らないとはいえ、まあ波的な感じですか、雲作るのとダブル吸収無効が7ターンで悪い、割かし早いターンで打てる、うん。でリーダースキル76マスにすることができて、神タイプの HP が4倍、非か闇ドロップを消すたびに攻撃力 1.5 倍、これ面白いリーダースキルですね。本当に非闇でコンボしてるだけでどん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 火力上がっていく、ちょっとなんか使ってみたいですね。はい。で、武器に関しては神タイプ追加からの無効貫通で、火の烈強化が3つ、まあ無効貫でいくとねこちらも倍率が上がる覚醒なので、ハマる瞬間も来るんじゃないでしょうか。スキルは7ターンで先ほど同様の、雲発生ダブル吸収無効、回復変換スキルとなっております。まあそんな感じでちょっとねざっくり見てきたわけなんですけれども、やっぱり尖ってるなと思ったのはプレーナと、あと個人的にはこちらですね、ティエラ。はい、
この2体要チェックかなと思っております。まあ、他にもね、厳密に見たらここにもハマるじゃんみたいなのがあると思うんですけども、はい、ざっくりそんな感じです。何かね、ここで使えるじゃんとかあったらコメント欄で教えてください。本日は以上です。さよなら。